ルフとかやりたいなって思いつつ大学行ってるんですよ。ああ。別で。はいはいはい。それがめちゃくちゃきつくて、それはとりあえずやらざるを得ないですね。あとはそうだな、一時期サウナにもハマって、なんか最近結構みんな行ってるじゃないですか。行ってますね。それもあのカネ君がお前サウナ行けみたいなとか、オフの日に急に連絡来て、ちょっと箱根行かねとか急に来て、いやちょっと俺予定あるから無理っすわつつれない後輩になってるじゃないですか。いや急なんですよ。まあそうですね、はい、ちょっとまた言ってくださいとか言って、まあ、サウナも一時期行ってだし、ゴルフもやりたいし、って感じっすね。でも時間ねえなみたいな、あんま長く伸ばしたくないんですよ。伸ばそうとすれば結構伸ばせるから、でもなんかもうずっと やってんのも嫌だなと思って、もやれるうちにちょっと早めに終わらせたいっていうあれで、ちょっと今頑張って、今2年目なんで、5年で出たいっていう、4年だと普通の大学と一緒なんで、ちょっと支え無理があるんで、5で絶対出るって思ってやってます。なんか人間科学部の健康福祉学科ってやつなんですけど、健康と福祉と、ちょっと医療系みたいなのもやらされたり、心理学みたいなのもやってます。面白いですね。面白いですけど、正直あのよくわかんないやつばっかりです。そうですよね。こんなんやってんだろうみたいな。もう大学僕らも出てますけど、意味わかんないですよ。そうですよね。本当なんか。なんか、稀にあるじゃないですか。ちょっとあの、興味あるっていうか、はいはいはい、ちょっと面白いなって思うやつもあれば、はい、なんだよこれみたいな、そうなんでこんなん考えないといけないみたいな、自分の体とかに対するやつはまあ心理とかはまあ、まあいいかな、生かせる、はいはい、生かせるなって思いつつ、大半は何これ確かに。でもまあなんだろう、家帰って寝てだらだらテレビとか YouTube 見て、飯食って寝るみたいなのよりは、まあはるかに間違いない、いいかなとは思います。ロッカールーム